2B2 のトーキンリズム&ブルース。犬派か猫派かっていう質問があるじゃないですか。はいはい。で、僕長年これにね、うん、こうはっきりとした結論が出てなかったんですけど、ほうほう、ついに結論が出たなと思って。あ、ようやく。ようやくここに来て。はいはいはい。僕、猫派か犬派かと聞かれたら、うん、鳥派って答えようと思うんですよ。うわぁ。これからは。もうそういう変化球をね、投げてもいい年頃なんでしょうけれども。そうでしょうね。ね。ナックルボールも、おつなもんですよ、もう。まあ、どっちでもいいなと思いながら聞いてましたけれどもね。この質問自体がね。いや、というのはさ、はいはい、僕多分犬派か猫派かと聞かれたら、うん、犬派って答えてたんですよ。はいはい。今までは。うん。でも、そのさ、犬派か猫派かっていうのをさ、自分の中で考えると、うん、割合が6対2ぐらいなんだよね。ああ、10割いきませんね。いってないっていうさ。困った。うん。で、ほら、やっぱ、犬とか猫とかさ、うん、好きな方、あるいは犬派ですか猫派ですかって質問する方ってさ、うん、もう犬か猫どっちかがものすごく好きじゃないですか。まあどっちか飼ってるとかね。ね。そういう方でしょうね。で、その動物自体を愛してるから、うん、その銃に満たないこの気持ちでね、うんうん、犬派だ猫派だなんていうのはちょっとこう心苦しいというか。いや、いいんじゃないですか聞かれるんだから。答えれば。うん、いや、だからまあ答えてるんですよ、一応、うん。答えてるんですけど、うん、なんかこっちとほら、なんつうの、答え終わった後に、うん、いや、こんな俺が犬派を名乗っていいのだろうかと思いながらね。いいんだよ。うん、名乗んなさいよ、どんどん。ちょっとこうさ、うん、なんというか、後ろめたい気持ちがあったんですよ。はいはいはい。なんですけど、うん、なんかね、去年ぐらいからね、うん、僕、家の近所に、川があるんですよ、うん、で川沿いの道がこうあるんですよね、川沿いの、うん、でさ、まあ散歩道っていうか通り道っていうか、はいはい、こう遊歩道っていうかさ、ちょっとこう、うん、通れる道があるんですけど、うんうん、そこにね、なんかさ、すんげえバズーカみたいなさ、うん、レンズをつけたカメラを持った、ああ望遠レンズね、望遠レンズ、はい、おじさんたちが、うん、もうおじいさんとかもいるんですよ。はいはいはい。で多分こうなんつうのかな、退職されて、うん、でセカンドライフを楽しんでる感じでさ、はいはい、こう趣味としてはものすごいこうなんつうの、すんげえ、そうなんか撮ってるわけだ、うん、そうなの。でおやおや、でも3、4人集まってったりするわけ、はいはいはい、川沿いだからね。そうそう、なんとなく想像つきましたよ。でしょ。うん。で、これなんだろうと思って、うん、そのレンズの先を見たらさ、うん、鳥がいるわけですよ。はいはいはい。ね。一匹の鳥が。あの、珍しいやつがいるんでしょうね。よく来るんでしょ。そうなの。はいはい。そうなの。でね、うん、カワセミがいるんですよ、そこに。あの、青いやつね。そう。かわいいやつね。カワセミ見たことある？ありますあります。実は僕の近所にも、そういうカメラスポットがありまして。あ、本当、全く同じですよ。すごくない？カワセミ、カワセミすごいし、それもすごいんだけど、うん、僕カメラマンの、うん、その根気がすごいなと思って、うん、あ、そうか、ベストショットの、確かに確かにすごいよね。あれ街だから基本的には。そうだね、そうだね。で飛んでくると予測して待ってるわけじゃないですか。そうなのか。いるののベストショットを狙ってんじゃなくて、うん、ここに来るなと思って張ってるってことか。うん、そうだよ、そうだよ。朝早くから来てて。あ、で、多分暖かくなる頃に、まあ、日が当たる頃になると、どっかからやってくるんでしょう。そういうことか。そのさっちゃったチャンスを狙ってるみたいなんだよね。撮り鉄とも違うもんね。電車は時間決まってるけど。そうね。鳥は鳥ですけれどもね。鳥はね。ええ。鳥は大変だね。うんうん、あ、そう。あ、じゃあ見たことある？そうそう、ありますあります。それで一回見て、すごい綺麗だよね、うん。あの、すごいよね。不自然なくらい青いからね。そうなの、そうなの。あるんだよね、すぐね。で、心奪われちゃうっつうか。うんうん。
で、あれを見て以来さ、うん、あ、これはなんかちょっとドキドキしちゃうなと思って、おうおう、やっぱその川沿いの道を歩くたびに、うん、カワセミを探してる自分がいるんですよ、やっぱり。あれさ、でも、多分来る場所と来ない場所っていうのがあるっぽいよ。あ、そうなの？そうそう、カワセミスポットみたいのがあるみたいなんですよ。そういうことか。どこでもいいわけじゃなくて、なんか、いろいろ、僕も詳しくは分かんないんだけど、うんうん、僕がその見たところは、いわゆる公園なんですよ。あの、うんうん、中に小川が流れて、池もある公園で。なるほど、なるほど。で、その、公園のその池の上なんかにこう梅の木なんかが何本もこうせり出してて、うんうん、要はそこに泊まりに来るんだよね。あの、ああ、だこの時期じゃない？だんだん春先っていうか、あ、暖かくなってくると、うん、そうじゃなかったかな。お、なんか、うん、綺麗な川にしか水辺にしかいないとかっても言うらしいんですわ。うん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 、で。なんかね、ここ2、3年で、その、うん、どうやらうちの近所の川は綺麗になってきたらしくて。あ、なるほど。来るようになったってことだよ。より来るようになったっていうところで。なるほどね。しかも、その、こないだね、その、川の上流の方にもちょっと行ったんですよ。うん、はいはい。あの、よりこう、いわゆる人が住んでなくて、うん、周りはもう自然っていうかさ。うんうん、だだっぴろーいとこなんですけど、うん、その川の上流にはさ、うん、3匹ぐらいがいるわけ、こうパパパッと。あ、もうカワセミが。目視できる範囲で。なるほど、なるほど。そうそう、うん。で、1匹でしか見たことなかったから、うん、それでもぐっと来てしまってね。なるほど、なるほど。もう取り付いてるってことですか。そう、僕だからちょっと、鳥派を名乗れるんじゃないかなと。いや、でも思い出してみたら、うん、小学校5、6年生の時も、あの、うん、クラブ活動、タンチョウクラブ入ってました。あ、入ってたね。探す鳥のクラブ入ってた。タンチョウクラブ。タンチョウクラブ。タンチョウクラブに入って、あの、二宮町のあの、東山に登ったりしてね。あの、そうだ。鳥、まあ、鳥小屋が設置してあって、で、そこに、あの、行き来する鳥を、まあ、あの、探そうとか、スケッチしようとか。そうだわ。あったじゃないですか。やったね。僕もそれで唯一、もうインプットされてる鳥っていうのが、ホウジロって言って。おぉ、ホウジロ、まさに名前の通りね、ほっぺが白いんですよ。はいはいはい。可愛らしい。はいはい、あの、スズメよりちょっと大きいぐらいのサイズなんだけど。うんうん、ちっちゃいやつだよね、でもね。そうなんですよ。だからね、それ以来、ほっぺが白い鳥を見ると、うん、ホウジロって言ってます。大二郎がほうじろっつって呼ぶことにしてますよ。ほうじろ、ほうじろ、ほうじろチャンスが。やっぱりその時に植え付けられた、あの、なんかあるんじゃないですか、記憶が。そうか、あったね。タンチョウクラブ、リーダーもタンチョウクラブだったね。タンチョウクラブでしたよ、僕。あれ小学校5年だっけ。5年、5、6年生ぐらいだったと思うんだけどね。なんか、上級生の6年生の女子に怒られた記憶とかすごい残ってますね。遊ばないでって言われてね。なんか。遊んじゃダメなんだ。クラブなのにみたいな。遊ばないでって言われた。遊びの延長じゃないんですかっていうね。延長線の境目があるんでしょうね、きっとね。遊びの延長線と、こっからクラブだよっていう。クラブと遊びじゃ、まあ、ね、違うからっていうことでね。上級生やっぱ知ってるんでしょうね、そこはね。そうか。そうなんですよ。もう鳥派だったんだな。鳥派だった。その頃から鳥。だってね、うん、もともと、シュー君のところも、あの、うん、犬を飼ってたじゃないですか。犬飼ってた。ね、チロちゃんだっけね。チロちゃん、雑誌のね、かわいい。そう。だから、まあ、それを考えると、うん、根本的には犬派ではないかなと思うんですよ。そうだね。飼ってたからね。で、うん、ね、僕で言うと、僕も犬を飼ってたので、うん、僕は完全に犬派なんですよ。ジャッキーね。ジャッキー、うんうん。で、割と猫も近所にいて、うんうん、猫にね、よく引っかかれたりとか、うん、なんかそんなことしてたの言われたり、よくする経験があって、近所の猫にね。ギャグ漫画の世界じゃないですか、それも。本当そうなんです。ひっかき傷作ってるみたいな。昭和のギャグ漫画の世界ですね、それね。本当に。そうなんですよ。相性が悪いってことか。相性悪くて、まあ、なんか多分僕も猫にちょっかいを出してたんだと思うんだけど、うんうん、あ、
ちょっと向こうからしても、そうそうそう、あいつは危険人物だぞっていう猫のね。そうそう、コミュニティの中では。書かれたし、猫ってちょっと怖いなってイメージが。そっか。あまり先出しちゃうんだな、きっと。そう、うかつに近づくと危険だなと思っちゃうんですけど。うん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 。ただ、どちらもね、やっぱり、まあ、犬のが好きなんだけど、うん、まあ、犬は犬でね、やっぱりね、その、誇りっていうんですかね。あ、ワンちゃん特有の、はいはいはい、やっぱり誇り。毛も抜けるしね。毛も抜けるし。うん、あれが、ダメで。うん、ダメなんですか。やっぱり猫ちゃんも、そういう意味では、うん、その、まあ、ダスト系が、やっぱダメで。アレルギーってことだね。そうなんですよ。だから好きなんだけど、うんうん、ちょっと飼うのはね、うん、まあ今はちょっと避けたいなと思ってる。あ、そっか。今、家の中で飼うみたいなもんね。飼うのは主流じゃないですか。うん、外ダメらしいね、今ね。ね。僕、だからその誇りで言えば関係ないですけども。うんうん。KOJA ことね、小賀さん。小賀レコード、うん、KOJA レコードの社長はね、うん、昔引っ越すときに、引っ越するから手伝ってくれっていうのあったじゃないですか。あったね。行ったね、みんなでね。そう、そんで、ご飯食べさせてあげるから。うんうん、で、まあ、夜に行ってさ、うんうん、引っ越しの荷物を散々片付けたんだけど、まあ、その時の小賀さんち、別にペット飼ってないんだけど、うんうん、まあ、誇りがすごくて。そうか。男一人で、あれしてると。そうそうそう、うん。それで荷物を全部さ、古いものも出してさ、いろいろ整理するわけでしょ、うんうん、はいはい。箱詰めたりしてね。そうそう。うん、それで、もう、機関士をやられて、もう。そんな重症だったんだね。重症だったんですよ。あの時は本当半分呼吸困難みたいな、ぜいぜいになっちゃって。やばいやつだ、ちょっとね。そうそう。うんうん。それでだから、まあ、その後、始発まで外で待ってたっていうね。寒い。まあ、夏だったから。あ、夏だったから。けど、家の中に入ると、もう、埃でダメだって言って、うん、あ、そうか、うん、もう一回反応しちゃってるし、ちょっと危険だよね、よ確かにね。だからちょっとそのね、その経験があってね、あ、まあ、ほこり系にはちょっと気をつけたいなというね、ところで暮らしてる男でございます。ペットはじゃあちょっと危ないね。今はちょっとね、いかんともしがたいかなと、ね。やっぱこう、でも遠くから見てるぐらいのね、距離感がやっぱ僕もいいなと思って。いや、だからそういう意味では、あ、鳥派っていうのは、うん、いいなと思いましたね、一つね。ね、答えの出し方としてね。ね。まあ、聞いた方にとっては、何残っちゃってことだと思いますけども。犬か猫だよって言ってんだから。遊ばないでって話だよね、もうね。それこそ。こっちは真面目に聞いてんのよ、つって。遊ばないで。言われてもおかしくない答えでしたね、確かに。そうなんですよ。申し訳ないなと思いました。でもね、鳥、僕ちょっとグッときちゃって。今、うん、だからその、カワセミを見たじゃないですか。はいはい。もう一匹、ちょっと、やっぱ生で見るとグッとくるんですよ。図鑑とかで見てもわかるけど、うん、生の凄さあるじゃないですか。はいはいはい。でね、今ね、一番見たい、生で見たい鳥が、うん、ライラック西仏法草っていう鳥で。おお、それは、さすが単調クラブじゃないとわからない。単調クラブじゃないとわからないでしょライラック西仏法草。仏法草。なんか、偉いお坊さんの名前みたいな感じが。そう。うん。鳴き声がね、なんかね、そういう鳴き声なのではって言われて、仏法草ってつけたんだ。ああ、ちょっと。お経をあげてるみたいなこと仏法草、仏法草って鳴く。あ、仏法草って鳴くのか。そう。って思ったら、実は仏法草って鳴いてたのは、うん、このハズクっていう、別の鳥でミミズクって、だと思う。このハズクだから。フクロウかな、うん、で、実はそのライラック西仏法草自体は、うん、ドナルド・ダックみたいな声で鳴くらしいんです。ドナルド・ダックみたいな。あ、それか、それか。はいはいはい。割とこう、悪声というかね。ちょっとファニーなね。うん、うん。そうそうそう、らしくて。はいはいはい。でもなんか、すんごい綺麗なの。それもう14色とかなの、色が。ああ、それは。羽の色。生で見るとちょっと、ね、愕然とするよね、あれね。すごいのよ。自然界の中でのあの鮮やかなね、原色ってね。そうそうそう、うん。ない色がそこにあるっていうかさ。そうだよね。うん、だからね、ちょっと今、ライラック西仏法草ですわ、次は。すごいですね。なんか急に鳥博士みたいになっちゃって。え、この、2話だけなんですけどね、今注目してるのはね。それは、あれなんですか、近所に飛んできそうな。これがね、日本には生息してないんですよ。ああ、そうだ。ライラック西仏法草。でも、横浜ズーラシアにいますから。あ、そうなんだ。
あと上野動物園にもいるのかな、鳥のあるじゃん、鳥コーナー。はいはいはい。そこにね、いるらしいんで、ちょっとね。ああ、じゃあチェックしに行かなきゃってことですね。いつかチェックしに行きたいなという。なるほど。ライラック西ぶっぽうそう。なるほどね。そんなね、そんなです。いや、いい話です。鳥肌です。なんか今日、鳥肌臭です。なんか、鳥肌臭。わかりづらい。わかりづらい。わかりづらいけども。わかりづらいですけどね。いいですね、今日。ちょっとアカデミックな感じ、ね。アカデミックだったね、ちょっとね。まさか鳥の話になるとはね。というわけでね。はい。そんな我々ですけれども。うん。今週末になんと、はい、下北沢シェルターで、裏、オールタイムベスト。はい。ワンマンライブを経て、ね。いよいよ来週は福岡ね。はい。これは待ちに待った福岡ライブだね。ね、これも2年以上空いちゃいましたけども。こっちは表のね、ねオールタイムベストと、それから何度も恋をするの再現ライブなんでね。そうそうね。2 days だからもうたっぷりやりたいと思うんで。です、ね。はい。そして、その翌週には、うん、スクービー2で、うん、FAD 横浜。はい。これは春さんとやりますから、ピーズのね。楽しみですね、久しぶりで。楽しみだね。はい。これは、だからもうライブは、毎週のようにありますね。そうですね。はい。うん。来れる君は来いよっていう感じで。はい。そんな感じかな、今週はね。はい。それでは、また来週。